ピジールからのご案内をしてみたいと思います。今朝の10時頃のダッカの街です。いやこのリクシャに乗ってますが、リクシャは結構一般的な乗り物の一つです。他の外国ではもうほとんどなくなってしまったこのリクシャ、やはりまだまだそれほど公共交通機関発達していなくて、なおかつガソリンの値段も結構庶民にはなかなか大変なこの国ではこのリクシャが一般的となっています。あともう一つは、あまり坂がないんですよ、トピンダッカは。だから、これは結構役立つもので、2キロ3キロぐらいは普通にこれ乗ってきます。だいたいオールドダッカ、モテジールって言って、この金融街のモテジールから、オールドダッカまではもしバングラディッシュ人が乗ると100から150の間ぐらいかなっていう感じですけれども、だから外国人が乗るとだいたい200ぐらいから始めてしまうという、なかなか、乗るのが手強い乗り物の一つで、必ず、こちらのダッカの人に聞いて、何個かしてもらわなきゃいけない感じです。まず英語は通じません。これちょうどですね、モテジールの後ろの方の、金融街になっています。日本で言うとちょうど、歌舞伎町とかね、あの辺の雰囲気でしょうか。銀行の本社とか、それから航空会社の、リーマンバングラディッシュの、メインオフィスもこちらの近くにあります。みんな建物は高いですが、ダッカはこんなに高い建物がそこら辺にあるわけではなくて、どっちかというとビルの5階ぐらいまでのところが多いです。この辺はやっぱり綺麗なオフィスビルが多いです。あともう一つ気になるのがですね、見ていただいて分かるように、電線ですけどね、電線が死ぬほどあんな風にイエーっていうほど並んでます。あれがよくあの箱みたいなのが落ちてきてて危ない感じです。でもインターネットは、そんなに遅くなくて、どこ行っても 4G が使えるような状態です。街中であればビルの中とか入らなければ結構使える感じです。もちろん、この国でインターネットを購入する必要ありますが、だいたい1ヶ月で10ギガ500タカぐらいなんで、そんな高いものではありません。こちらに着いたら契約することをお勧めします。面白いですね。バングラディッシュ来て助かるのは人の良さというところがすごくいいなと思います。あまり目立って悪い人とかそういう人には今まで会ったことがありません。ただし、リクシャに関しては少しだけ注意してくださいね。外国人には少し高めに言うのはもう習慣ということなので、あと今、12月に来ていますが、この時期はこちらで言うと、雨季が寒気に当たって、なおかつ寒い冬です。皆さん気がついたように、みんなほとんどの人が長袖を着ています。朝晩はやっぱちょっと冷えてて、水シャワーじゃちょっときつい感じですね。こうやってずっとこう走っていますが、インドにもないよと良さがあるのところあって、まずこの辺はありますけど、インドではまだ英語表記があるところもありますが、このバングラディッシュに関しては英語表記がだいぶ少なくなってきています。あともこの辺の、ダッカの近くにはこそ外国料理がありますが、あまり、外国料理を食べることが、大変になっています。あとアルコールですけど、アルコールは私今回来てから1回も飲んでいません。アルコールあっても1本だいたい500タカぐらいはするということで、他の食事よりも割高になっています。なかなかですね、そういう意味では、健康な生活ができるなと思います。夜中を除けば、リクシャを捕まえることは簡単ですが、交渉とそれから、夕方とかになるともう行かないっていうふうに言って、なかなか、自分の馬に乗りに行かないのがこの公共交通機関となっています。あと渋滞はこの、バングラディッシュではメッカーとなっております。あとこのバングラディッシュダッカで、外国人が一番いいのは、ウーバーという、携帯サイトがありまして、この携帯サイトだと、ピックアップするのに時間はかかるけれども、ちゃんとした公定価格と言われる値段で行ってくれるので、ウーバーのバイクとかで行くのが一番おすすめですかね。
あとここから行くとして、この渋滞を避けるためには朝早くか夕方遅く、または意外なことに金曜日の祝日に関しては人がほとんど、車もほとんど走っていないので、金曜日は結構交通の便が悪いように気がします。はい、まあ、そんなことでね、バングラデシュですが、物価に関しては今円安の影響でなかなか物価の安さを享受できないというような感じですかね。両替するのもまた一苦労ということなんで、とりあえずバングラデシュに着いたら最初の時に両替することをお勧めしますね。本当にこのバングラデシュですが、歩いてて本当にいろいろな発見があります。発見がありすぎて歩くのも大変なんで、結構、旅をするにはちょっと、時間がかかるところです。昨日は何をやったかというと、実は、洗濯物を、ホテルの近くでやろうとしたら、結局見つからなくてホテルでやるだけやらざるを得なかったということもあって、何分にも可能が、必要なものは結構集めるのは大変なような気がします。あそこにフォーリングエクスチェンジって書いてあります。フォーリングエクスチェンジって書いてあるところは結構少ないから、こんなところまで来なきゃいけないんだな。普通の銀行行っても両替するのが結構大変だったんで、いやあんなでっかいハスの花みたいのがあります。あとやはり気をつけた方がいいのは、スリは、絶対いると思うし、こじきもたくさんいますから、それは注意してください。物を置いてどこかに、トイレ行ったりとか食事するときにも商品はいつも持ち歩いた方がいいと思います。あとは本当に大事なもの、パスポートとか、大きなお金に関しては、カバンに入れないで、花火離さず自分の体につけておいた方がいいと思います。これが、0キロポイントと言われている、ダッカの中心です。あら、中心には ハスの花があるんだ。すげえ賑やか。いつもこんな感じで、ピピピピピピを抜いて、ひょっちゅうひょっちゅう後ろからぶつけられるのは当たり前です。日本だったらもうぶつけられたら大騒ぎですけど、この国はひょっちゅうボーンとぶつかったり、それから相手に、の車を傷つけたりするのは結構日常となっています。見てください。あちらのバス。もうあちこち傷傷だから、ちょっとぐらいぶつかってもノープロレムのせんじゃう世界ですね。本当にびっくりです。本当にこの辺が。ガスも本当にガソリンもエンジンもあんまいいの使ってないから煙がすごいよね、やっぱりね。車の量はそんなに思ったよりも少ないと思いますが、リクシャの方がいっぱいですね、どっちかというと。あ、若い人もやってる。意外と日本人よりも、例えば30歳というと結構年予想よりも、年配の人に見えるのがこの国の人が多いかもしれない。あとみんな、働いてる人は男性が多いです。女性に会うことはめったになくて、女性は大体家庭にいて家で、家事をするっていう昔ながらのイスラムのスタイルが、この国がスタイルだと思います。でもやっぱダッカだけあって、ある程度車はありますけれど、この、4車線道路の一番左側が駐車、3車線のうち、2車線が、リクシャ、一番右側が車って感じでしょうか。今こっち側空いてますけど、さっきの0キロポイント方面にはかなり車が来てます。今通勤時間、まあ、10時半ですけどね、かなり人車が多い状態なところもあります。やはりちょっとね、渋滞すると交通マナーがほとんど、ないのか、なかなか先に進んでくれないというのがこの国の特徴となっていまして、世界でナンバーワンとかナンバーツーぐらいに当たる、渋滞の街として有名です。渋滞もすごいけど、車の渋滞もすごいけど、私思うに、この柱にあるこの電線もすごいと思うの。先ほどから言ってるんだけど、この秩序のない電線は何とかしてほしいと思うな。火事とかしょっちゅうこの電線であると思います、このね。あと、雨がね、たまに降ると一日しとしと降る感じで、雨の日はちょっと憂鬱な感じです。雨の日はどうしても売却は使えないので、どうもリクシャとか、オートリクシャが頼りになるので、移動が割高になってしまうのがちょっと大変です。本当にね、この街の真ん中でこんな賑やかなところもありますね、ダッカ。
ただ、まだ、市内の、電車とかが、未発達、今新しく日本が作っている電車ありますが、まだまだ、開通もしてないので未発達なんで、ちょっと、市内の移動は大変です。結構走ってて面白いですけども、レストランもあんな垢抜けたレストランがこの辺にあります。甘いものって言ってもこの間見たら、甘いね、なんか、お団子みたいの売ってますけれど、日本のケーキみたいなのを売ってるところは、ちょっと探すのが大変です。で、意外なことにレストランですが、結構安くないです。冷房が効いてるようなレストランは日本よりむしろ割高なんじゃないかなと思うような値段をつけているところもあります。ただ普通の屋台みたいなところプラス冷房がないところに関しては、1人だいたい300もあれば、食事できると思います。美味しい料理たくさんあるんで、またぜひ皆さんご紹介したいと思いますが、やはりどうしても毎日のように、カレーとか、インド料理に近いような料理が多いと思います。他の外国料理は今回はまともなのは食べた記憶がないですね。チャイナタ、中華料理の店行きましたけれど、全然中華料理って感じがしなくて、ほとんど、バングラディッシュ料理、インド料理に近い料理な気がします。インド料理とバングラディッシュ料理どう違うのかって昨日、バングラディッシュに聞いたんですけれど、ほとんど変わらないよと。ただしこちらの方が、味がより辛いとかいう風に言われましたが、インド料理の方、インドの方がよりマイルドだという風に言われましたが、やはり、私には似たような感じがするのはちょっと悲しいところです。あとね、この国で絶対ないのは、豚肉はありません。豚肉は一回見たことありません。あとは先ほど言いましたみたいにお酒もほとんどないので、そういう食べたいなと思う人は、食べてから来た方がいいと思います。本当に、お酒と、豚肉は全くない国ですが、あともう一つ嫌いのがどうだろう、静かなところが少ないかな。どこ行ってもこう人が多くて、こんな感じでクラクションの街中に喧騒がすごいところでもあります。ですね、今何をやってるかというと、ちゃんとホテルへ最初に行く場所を必ず確認しとかないと、適当に分かった分かったって言ってディクシャの人は行ってしまうので、ホテルの人に紙を書いてもらって行き先の方を、伝えました。というのはまた分かんないでホテルの人に連絡するのも大変なんで、このようにしています。結構地図を見せてどこですかって言っても結構分からないって感じの人も多いし、英語も通じない人が結構リクシャの人にまだまだいる感じです。あと面白いのは、携帯に関しては、まあ、今ほとんど若い人を中心に、Android のスマートフォンを使っている人が今多いですが、年配の人とか、あまりお金を持ってない方は、未だにまだ 2G の携帯を使っている人がいます。もう 2G なんて、2G っていうのは本当に電話だけの携帯を持ってる人っていうのはすごいなと思いますが、まだまだこの国では、普通の、携帯だけ、ガラケーというものがまだ、普通に使われています。まあそんなことでね、街中の中、大通りから、中に入ってきましたが、中に入ってもこんなに、力車がすごいというのはやはりバングラデシュだなというふうに思います。で、混沌とした中という感じは僕はしませんでした。割と、バングラデシュも土地と違って、結構整ってるなという印象です。ただ、残念なのは外国人がほとんどいないので、いい意味でも悪い意味でもツーリストにはちょっと、新しい発見もあるし、いいとこもあるけれどちょっと不便なところもあります。またほら、英語の表記が先ほど見せましたに入ってからほとんどないので、何をどこに行ってるのかさっぱりわかんないというところもあります。あと一時期ね、カメラを向けたらね、みんながわーって言ってもっと写真撮れって、そういうのはもうほとんどなくなってきていまして、みんなそれほど、カメラの携帯で写真を撮ったりするので、昔みたいに写真に裏があることはもうなくなっているって感じですか。でもみんな写真撮ることに関しては大好きで、基本的に男の人を写真撮るのは嫌って言われる人はほとんどいないですし、またあと、
イスラム教徒の国ではありますが、ブルカをかぶっている人は大体女性でいうと半分ぐらい、完全に隠している人がね、上からかぶっている人はたくさんいますが、もう完全にああいう風に、真っ暗な昔ながらの雰囲気をしている人は、半分以下のような気がします。ハロー、ね、結構こういうところが私は、昔ながらの、イスラムの雰囲気がして僕は好きですけれどもね、日本じゃまずないと思うね。カメラを向けてでこんにちはっていうのはテレビ局のそういう人以外はなんで私を撮るのみたいな、まあ、逆に恥ずかしがって隠したりする人がいる子も多いかもしれませんが、あとこちらではどっちどうですかね、SNS に上げてどの頃っていうのは少ない気がします。結構、内側に入ってまいりましたが、バングラディッシュ結構ダッカは居心地のいいところかななんて思っているのは、ハリーが今回泊まっているところは、結構安くて、ホテルのスタッフもいろいろやってくれるので、今割と居心地いいかなと思います。バングラディッシュのダッカのホテルは結構安いところが少ないような気がします。もちろん、インターネット上で撮らないで、街中のとこ撮れば結構、安いんでしょうけど、そういう情報がなかなかないです。まあ、結構こう走ってて面白いなと思うのは、この裏通り来てもいろいろな発見があるし、みんな生き生きとして生活してるから、その姿を間近に見ることができるのがいいところです。あまり人が歩いていないって言って寂しいところは、夜中を除けば少ないと。ただね、これ、昼間はこんな感じですけど、夜になるといきなり人がいなくなります。まあ、できれば朝早くから夕方ぐらいまでに行動した方がいいかなと思うのが、やはりこのバングラディッシュの特徴でございます。あと、バングラディッシュのダッカからこの地方都市に行くにはまだまだ交通の便が悪くて、どこ行くにも、6時間ぐらいの夜行みたいなところが大きいです。お国の大きさはそんなに大きくないですが、まだまだ、不便という感じがします。で、あと列車の切符をハリーは取ろうとしたんですが、今回は取れなくて今回やめました。バスで行くには結構きついという思いし、夜行列車の寝台を取るのはなかなか席を取れないので、できれば早め早めに取らないといけないなということがよくわかりました。もし時間がない場合には本当に、列車は、諦めた方がいいのかなと思うほど、混んでいて、この間空港から、町まで電車を使ったんですけれども、もう積み切れないぐらい人が乗るので、ありゃきついなぁなんていう印象です。まず切符はきちっと取らないと、座らないと長距離は乗れません。うわ、これ列車が出てきた。60タカで行ってもらいました。結構20分ぐらい走ったんで、面白い旅ができました。ダニアバード。